This is CGTN, China Global Television Network. こんばんは。12月16日水曜日、ニュースをお伝えします。まずはこれまでに入っている主なニュースです。ゴアオアジアフォーラムが15日に発表したアジア貧困削減報告2020は、新型コロナウイルス感染症の影響について、アジア各国の貧困状況に直接的な試練を課したが、アジアは依然として世界の貧困削減事業において最も大きく貢献する地域であったと示しました。報告は2019年末までにアジアの発展途上国のほとんどで貧困発生率が 3% 以下まで低下したとしています。また、中国の貧困削減事業については、各国が新型コロナウイルス感染症からのダメージを受ける中でも、目覚ましい成果を上げたことが評価されています。改革開放が開始して以来、貧困を脱出した人の数は7億人を超えており、アジアを含む世界の貧困削減事業への貢献は最も大きいものだと見られています。さらに、貧困削減におけるアジア諸国の今後の取り組みについては、貧困情勢の逆戻り及び相対的貧困の二重の課題に対応するため、新たな貧困削減戦略が求められていることが指摘されました。国家統計局が15日に発表した11月の国民経済運営データによりますと、経済指標は11月も引き続き好調で、国民経済の回復は継続しているとのことです。国家統計局の関係者は、第4四半期の経済成長率は引き続き加速するものとみられ、通年では世界の主要経済体の中で中国が唯一プラス成長を実現する経済体となる可能性があると述べました。また11月は全国の一定規模以上の工業企業、つまり主要業務による売上高が年間2000万元以上の企業の付加価値が去年の同じ時期に比べて 7.0% 増加し、伸び幅は10月より 0.1 ポイント増えました。さらに、全国のサービス業生産指数も去年の同じ時期に比べて 8.0% 増加し、10月より 0.6 ポイント上昇して、サービス業は一層の回復を示しています。海南省商務庁と中国免税品グループの15日の発表によりますと、今年の海南省での離島免税品販売総額はおよそ260億元、日本円にしておよそ4129億円に達し、税込み商品を計上する省内4カ所の免税店の販売総額は合わせて315億円を超える見込みだということです。今年7月1日に打ち出された新たな免税政策によって、海南省の離島免税品購買限度額は10万元、日本円にしておよそ159万円に引き上げられ、アルコール類や携帯電話などの商品も免税適用範囲に加わりました。また、商品1点につき8000元を上限とする個人向けの輸入関税免税の限度額も撤廃され、地元の免税品消費活動の活性化に大きくつながっています。また、今年1月1日から12月14日までの統計データでは、省内4カ所の免税店の総販売額は、免税商品は250億元に、税込み商品は50億元に倍増したことが分かりました。これによって、海南省は今年初めに打ち出した年間販売額を300億元にする目標を17日間繰り上げて達成しました。中国国家公典局によりますと、中国時間の12月14日夜9時までの時点で、火星探査機天文1号は順調な飛行を続けており、すでに地球から1億キロ以上離れたということです。天文1号の軌道に沿った飛行期間はすでに144日間に達し、飛行距離は3億6000万キロ、地球からの距離は1億キロ、
火星までの距離は残り1200万キロとなったということです。今年7月23日の打ち上げ以来、天文1号は地球と月のツーショット写真撮影や3回の中間軌道修正、孵化状態の中での自動点検などの任務を無事遂行しました。このあと数回の軌道修正を経て、来年2月中旬頃に火星付近に到着し、火星周回軌道で着陸の準備に入る計画だということです。上海海邦大学では13日から火星学コースの4年生本科生の募集が始まりました。今回初めて設立されたこの本科生コースでは、業界内のハイエンド人材の育成を目的に、火星学概論や火星学管理論などの座学と実技の授業が行われます。データによりますと、現在上海市で火星業に従事する人の数はおよそ50万人で、市場規模は年間300億元、日本円にしておよそ4764億円に達しているということです。また、日増しに膨らむ需要により、今後5年間で市場規模は倍増し、ハイエンド人材は20万人不足することが見込まれています。今回の新コース開設について、上海海邦大学の責任者は、見通しは非常に明るいものだとして、2年生の専門コースと比べると、調理や生け花などの専門的な技能よりも、理論と実践の結びつけを重視していると紹介しています。北京市北東部に位置する観光スポット、湖北水鎮で、冬季限定のクリスマステーマイベントが開催されています。クリスマスまでまだ1週間ありますが、すでに大勢の観光客でにぎわっています。今年は湖北水鎮の中央広場でクリスマスマーケットが催され、関連グッズの購入やグルメ、ゲームなどが楽しめます。また、中国の伝統文化と西洋文化を融合させたナイトショーやパフォーマンスもお祝いのムードを醸し出しています。北京の隣にある天津市からやってきたイタリア人観光客は、新型コロナによりふるさとでクリスマスを過ごせなくなったが、ここに来て地元に戻ったような体験ができたと語ってくれました。世界遺産万里の長城のふもとにある湖北水鎮は、400、500年前の明や清の時代の町並みが再現され、水の里とも呼ばれていることから、近年人気を集めるスポットとなっています。以上、今日のニュース、超いい感がお伝えしました。